はい、というわけでちょっとね、電池が切れてしまったんで、急遽、取りましたけども、こういうふうにドアを、例えばこう、開けたときに、全然ですね、こう、もう重さがちょっと違うんですよ。軽自動車ですと、申し上げにくいんだけど、やっぱりその、多少の薄っぺらさがあるの。例えば昔の軽自動車ね、もう50年前とか40年前の軽自動車、例えばシャシルってスバル360とか、R2 とかね、初代の N コロとか、ああいった感じの車ですと、もう鉄板そのものがすんごい薄っぺらいんで、ドアを開けたり閉めたりするときに、バンっていうすごい安っぽい音がするんですよ。でもこの車の場合は、パッドの場合はこうやってやっても、多少ちょっと重みがあるんです。で、今の軽自動車も、やっぱりそんな大昔の軽自動車と比べて進化はしてるとはいえ、やっぱりこう普通車というものに乗って、に比べてしまうと、全然やっぱり違います。ドアをパーンって閉めた時の音が、まず全然違いがあります。で、エンジンをこうやってかけても、すごくこう、静かです。うん。本当にそれこそ、まあ、プリウスに乗ってるんじゃないかというぐらいの、まあさすがにプリウスというものにまで完全にというわけにはいけませんけどもね、ただプリウスというのはハイブリッドですから、ただそれに比べても全然それに近いぐらいの静かですね。びっくりするぐらい静かですこれ、うん、ある意味軽自動車と比べてもね、軽自動車の方が多少ちょっと車内がうっさいかなっていう感じなんですよ。うん、に比べて普通車はね、やっぱりエンジンが大きいだけあるのか、全然そのうるさいっていう感じがしないですね。うん。だから今軽自動車が好きな方には申し訳ないけども、軽ってね、やっぱり限界があります。うん。やっぱり軽自動車ってがいくら進化したとはいえ、やっぱり限度がある。例えばカーブをちょっとスピード出して曲がった時に簡単にドーンと転んでしまうし、例えばちょっとこういう斜めったところに車を止めると倒れてくるんじゃないかっていうちょっと恐怖感みたいなのがありますけど、こう普通車だったら 1200cc ぐらいのパストとかこういう車でもちょっと斜めったところに車を止めましてもすぐに横でゴローンってなるってことは、そういう恐怖感っていう圧迫感というのかな、そういったものもまずそんなにないです。軽だとそれがあるんでちょっとおっかないなっていうのがあるんですが、普通車の場合はそういったものがないですね。で、例えばお年寄りの方がよく軽自動車乗ってるけども、お年寄りの人が年金をもらってるからといって全てのお年寄りが軽自動車乗ってるわけではないけども、中にはこういうパストとかこういう普通車乗ってる人もちょくちょく見かけます。それはなぜかというと、多分おそらく税金とかもそんな軽自動車でそんな変わんないんですよ、うん、わずか 1、2万ぐらいの差しかないから、軽と比べても。で、おそらく車検なんかも軽自動車で大体最低限の、車検を通したとしても10万円ぐらいで済むから、まあ、こういうパストぐらいだと同じ金額ぐらいか、ちょっと金額が12、3万ぐらい、1、2万ぐらい上乗せするぐらいかなっていう金額なので、その全く維持ができないというわけではないと思うんですね、うん、これが例えば同じ普通車だっても、例えばトヨタとかアルファトラとかクラウンとかあのくらいでかい車になると、ちょっと車検に出した時に下手したら20万です30万ですって可能性が出てくるけども、 1200cc ぐらいの車だとそうなっているわというのは、まあ、先ほども言いましたけども、第1回目の動画の時に言いましたけども、普通車というのは排気量によって、まあ、普通車も軽自動車もそうなんだけど、主に排気量によって自動車の税金というのは変わってきます。日本の場合はだと排気量によって自動車税がどんどん高くなるよという、今現代の段階だとそういう仕組みになっています。これをあと数年すると、国が、まあ、無理やりそういうことをやるのかどうかわからないんだけども、なんていうの、走行距離税って言って走行距離によって税金を高くしていくというとんでもない考え方をしているみたいだけども、今現在の段階ですと、軽自動車の税金、自動車税で言えば、車の自動車税で言えば、軽自動車から普通車まで主に排気量によって税金が違ってきていると。でしかも、排気量というのは軽は 660cc という制限があります。でも普通車の場合だと、だいたい 1200cc ぐらいから、
大体でかく持って 4000cc ぐらい、なるかなと思うんで、それによって税金もどん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 と上がっていくっていう仕組みになってます。ということは車検に関してはやっぱり同じで、車検に関してもやっぱり車の大きさによって、排気量の大きさによって、車検なんかも、違ってきますね、うん、ですからその中でもパッソとかっていう車ですと一番小さい車になるので、車検も軽よりも少し若干少し高いぐらいです、うん、ですから自動車税で言っても軽よりも若干少し高いぐらいです、うん、で高い高いって言ってもわずか数万円程度の違いしかないと思うんで、そんなに気にする必要はないかなとも思いますね、うん、だから私はある意味その、まあ、軽よりも普通車の方がいいなっていうのはそういうようなところもあります。やっぱり乗ってて全然走りとかも全然違うし、横幅なんかも全然違うんですよ。やっぱりね、軽量車だけをずっとやってくる、乗ってくるとかってすごい怖になってくるんですよね。もう好きな方には申し訳ないんだけど、うん、ね、例えば事故に遭った時だと大丈夫なのかとか、ましては今ダイハツがあんなひどいことをやってることになればなおさらですけども、そういう風になってきちゃいます。でもなんていうのかな、普通車の場合ですとね、安全、そういうのに比べて安全です、うん、ですからよくほら衝突事件というのをやってるでしょ。でその時に軽を衝突した事件でバーンってやって衝突事件をやった時と普通車で衝突事件をやった時に全然違うんですよ。軽を衝突事件だとぐにゃってものすごい潰れるんだけど、普通車で衝突事件をバーンってやってもそんなにぐにゃってものすごい勢いで潰れるってことはあんまりないんです。ある程度の部分だけ潰れるっていうぐらいですね、うん、なのでやっぱりその普通車と軽がどっちが勝つかって言ったら圧倒的に普通車の方が勝つんですよ、うん、走りの面においても燃費の面においても。よくね、軽自動車は燃費がいいから燃費がいいからって言ってるけども、あれはある意味その軽自動車というものにとらわれちゃってるんですよね。軽自動車が燃費がいいからって言ってもこのパッソぐらいの車であってもだいたいリッター23とか24とか走ります。まあさすがにプリウスと同じ波っていうわけにはいかないけども、まあもっとプリウスの方がもっと燃費がいいですけどね。あれはもうなんていうの、エンジンだけで走ってるわけじゃないから。ただだいたいこうエンジンだけで走ってる車にしてもだいたい軽自動車とそれほどね燃費の差はね変わんないです、うん、むしろ軽自動車よりも若干ですが、軽自動車よりも普通車の方が燃費の方が若干いい。普通車って言ってもその大きいやつは違ってきますよ。2000とか3000とかだと、でもだいたい2000も3000もいかないような車、1200cc とか 1500cc とかそのぐらいの車ぐらいだったらば軽自動車の燃費と比較してもむしろ軽自動車の燃費よりもいいっていう風になります、うん、だから世の中にはなんであんなに頑固に軽がいいんだ軽がいいんだってずっと軽ばっかり乗ってる方もいらっしゃるけど、なんであんなに頑固に軽がいいんかって言うと軽にとらわれすぎちゃってるんですよ。軽自動車ばっかりとらわれすぎちゃってるから、結局そういう人がいざ普通車をねこうやって借りて乗ってみようってなった時に途端にパニックる場合があるんですね。だからそうするともう普通車に乗れないってい いう人も出てくるわけですよ。軽油車ばっかりずっと乗ってると普通車に乗れなくなってしまう。なぜなら全然やっぱり車幅とかが全然違うから。だからボンネットの長さも違いますし、横幅の長さも違う。だからボンネットの長さが違うところでは例えば駐車場でバックするとき、あるいは、車がコースで違ったり、まあ、交差点を曲がったりするときですね、そのときに軽の感覚と全然違うんですよ。軽よりも明らかに大きいですから。だからそれだけちょっと小回りが効くとはいえ多少ちょっと大きく迂回しないと曲がれないとかいうこともありますからね。だからバラバラ私はあまり軽があまり好きじゃないんですよ。軽が、まあ、大嫌いってわけじゃないんだけどあまり好きではないっていうのはやっぱりその安心ができないんですよね、軽っていうのは、うん、やっぱりどっちかっていうともう切羽詰まった感じだし、もうなんちゅうのそんなのね、うなれちのエンジンなんかもうならかすっていうかね、
まあ大昔の経緯に比べてそれほどブーンって感じではないけども、ただやっぱりこうちょっとね不安は残りますよね。坂道登ったりとかするときにどうしてもやっぱり馬力の差がどうしたと違うからね、うん、全然違う。でこういう車の場合はね、坂道登っても楽々と、こういう 1200cc ぐらいの車でも楽々ブーッと登っていくんですよ。だからこういう車で、ほら、こういう風に、ね、こうやって、ちょっとエンジン吹かしましたけど、全然ね、違うんですね。うん。もちろんエンジン吹かしてたって、こう、あれですよ、ちゃんとキーに入れて、ハンドブレーキもちゃんと敷いた上でやってみますから。そういう安全のものを確認してやってますからね。それを安全面確認しないであったら急発進する場合があるからね、言ってみますけど、まあその場合はこうやってちょっとエンジンを吹かしてみても、軽くねブーっていくぐらいなんで、うん、全然やっぱりエンジンの音もやっぱり系統が比べ物にならないです、うん、だから本当に車好きの人がで、本当に車好きってたら申し訳ないけど、車がで極めたい人、車好きの中でも極めたい人って言ったら正解かな。車好きの中でも極めたい人がいたらば、やっぱりその軽自動車だけじゃなくて普通車は乗った覚えた方がいいかなと思う。うん。じゃないとその軽と普通車の違いっていうのが明白に出てくるんで、そっちの方がいい可能性が高いですね。うん。だからといって私は決してその軽自動車というものをバカにしてるわけではないんですね。中には誤解する人がいるかもしれないけど、軽自動車だからっ って完全にバカにしてる、完全にもう徹底的に叩き潰してね論破しようっていうわけではないんですよ。ただやっぱり軽と比べると、軽とかパッソとかカローラとか軽と普通車を比べるとどうしてももう勝てない部分がある。エンジンの大きさとか横幅の大きさ、全体的な形の大きさ、うん、エンジンの快適な吹き上がり、そういったところですね。で全然違ってくるんで、やっぱり普通車に乗ってる方がすごく安心だなといったところはありますね、うん、やっぱり軽だとね、その安心感が何を置いても安心感がね、ちょっと切羽詰まってるなって感じがどうしてもにじみ出てしまうから、安心感っていうのがちょっとないですよね。まあ唯一安心感があるって言ったらもう設備の部分に頼るしかないから、例えばぶつかりそうになってピピ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 ピなるとかね、この車もやっぱりこのパスの前もあんまりバックしすぎるとブー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 怒るんですよ、うん、ブザーが鳴ってね。でそういう車の方がまあ安全は安全ですよね。バックモニターはバックが映るんだけど、こういうところにね映るんだけど、それが映るだけじゃなくて、ブザーもこれ同時についてる車みたいで、ちょっとバックしすぎるとブブブブと怒るんで、なってる。だからそういった安全機能なんかもついてるんで、意外と運転するとないですね。だからこのガソリンメーターで言ってもちょっと行って帰ってきたぐらいなんだけど、そんなに遠いところ走ってるわけじゃないんだけども、メモリがあんまり変わってないんですよ、ガソリンのメモリが。だからちょっと意外なほどねびっくりするぐらいやっぱり燃費がいいんです。だからそういったところを考えても、やっぱり軽自動車の燃費と普通車の燃費ってことを考えたら、やっぱり何もかも普通車の方が奪い去ってしまうというところはやっぱりどうしても、うん、なんていうのかな、そういうところはあるがっていうところはあります。だから軽自動車で普通車に対抗するとなれば、まあ、安全面とかその機能の部分ですよね。ぶつからないようにするとか、ドライブカメラをつけるとか、そういったような、普通車にもそれこそついてるけど、普通車についてるような、ものをついてるから、だから軽があんなに人気があるのは、普通車と同じような、昔は普通車にしかなかったような、オプションとか普通車にしかなかったような、精進設備が軽自動車でもつけられるようになりましたというところですね。だからそこの部分もやっぱり大きいと思います。ただ単に維持費が安いからっていうだけじゃなくて、
やっぱりその普通車にしかなかったような機能とかが軽自動車にもつけるようになりました。だからそれが唯一軽自動車として生き残っていってる唯一のところなんですよ。ただ単に小回りがいいから燃費がいいからじゃないんですよ。小回り燃費で言ったら、まあ軽自動車よりもこういう普通車の方が明らかに勝ってるんですよ。やっぱりね、そのあまりにもエンジンが小さすぎるとこう燃費を良くしようと思ってもやっぱ限界ってのがあるんですね。うん、に比べてやっぱりエンジンの方が大きいとやっぱりバランスが取れるんですよ。軽自動車ってそういう点に比べるとバランスっていうのが取れないんですよね。やっぱり切羽詰まってる感じで作られてるからやっぱバランスが取れないんですよ。でも普通車の場合はバランスがちゃんと取れてるんですね。だから燃料タンクのバランスとか、バッテリーとかエンジンのバランスもちゃんと取れてるからいいんですよ。ただ軽自動車の場合だと、まあ、言い方はちょっと悪いかもしれませんけど偏りがちにどうしてもなってしまうので、燃費がいいってよく言われるけども大して燃費そんな変わらないというか、むしろ若干ですが普通車の方が燃費がいいです。で何しろ普通車ってのは乗っててもう何もかも安全です。安全っていうのがランク的に一段と普通車の方が上がります。軽自動車の場合ですとそのランクっていうのが下がるんで、やっぱりランクが下がった、車に乗ると、すごくやっぱり不安感というかそういったものは出てしまいます。ですから例えば軽自動車っていうのはこれを結果で分かるんだけども、あくまでも軽自動車っていうのはセカンドカーとして乗るものですね。軽自動車はセカンドカーで乗るものであって、軽自動車だけを所有するっていうのはちょっと危険かなというのはあります。危険度は増すかなというところもありますね。やっぱりその軽自動車を所有するんだったらばそのセカンドカーとして乗りますと、例えば仕事で農家で使ってるとかね、仕事で車を使うとか、そういったようなところですよね。でそういったような方が乗るという便利はいいです。だから軽自動車1台だけで使いこなすっていう人も多いけども、それだと非常に危ない、おっかないんですよね。だから走ってるとき運転してるときも常にそのおっかなさを抱えた状態でね、何しろ車を運転するっていうのはそれこそ軽だろうが普通車だろうがトラックだろうがバスだろうがみんなそうだけど、やっぱり人の命を預かって運転してますからね。車っていうのは基本的に人の命を預かって運転してるんでね、万が一の時に守ってくれるようにしてる。だから ABS がついていたりエアバッグがついていたり、その他ぶつかりそうになってビビ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 言うたりとかね、そういった機能がついてるわけですよ。自動的になったったらぶつかりそうになると急にアクセルがパーアクセルじゃないブレーキがグーって力が入ったりとかしてね、そういったのもあります。だから前に乗ってたバンデットって車がありましたけど、バンデットとあまり変わらない感じなんで、まあびっくりしましたね。だからびっくりすると同時にバーンで撮ってこういうぐらいの大きさの車だったなということをね改めてこう感じさせます。やっぱりそれに比べてね、なんていうのかな、経験はいかに狭いなというのをねやっぱり感じてしまいますね。やっぱり軽自動車で普通車と同じようにするってなったらば、やっぱり機能です。安全面の機能、ね、あるいは快適設備、まあそういったところで勝負するしかないというところです。やっぱり大きさとか走りっていうのはどうしてもやっぱり叶いません。やっぱりそれは昔ダイハツがベタ踏みたかっていうところでやって、ね、アクセルをベタ踏みしなくても、坂道を楽々登れますよって言って宣伝をしてるけど、今となってみればね、大学外不祥事とかもやらかしてしまいましたし、そういったことを考えるとベタ踏み坂でね、軽自動車で思い切りアクセルを踏まなくてもスイスイ登っていきます。あれは嘘です、正直言うとあれは嘘に多少ちょっとその軽をちょっと大げさに捉えて、やってるなっていうのが分かるんですよ。やっぱりどんな軽自動車だってね、山道とか走っててどうしたタクシーブーって全開にしないといけませんよ。じゃないと登れないですから。
もう昔に比べてシー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 は言わないけども、でもやはり若干シーシー言うんですよ。あの系だとあーっと流すんですね。でもこの普通車の場合だと、こういう普通車のパッソぐらいの小さかい車であっても、そんなにブワーンっていうすごい勢いで鳴らかすってことはない。まあ多少はちょっと音しますけどね、多少はその音は全くしないわけではないけども、でも全然快適さが全然違う。なのでやっぱりこういうのはね、良いなというふうに思います。だからある意味あんまり競馬ばかり乗るとね、やっぱり慣れってのが出てきちゃうからね。だから人間ってある意味慣れが出てくるとある意味恐ろしいんですよ。もうそれしか運転できないとか、それしか意地が持つことができないっていうふうになっちゃいますから。でもこういう車の方が普通車の方で慣れていった方がいいんですね。だからある意味教習所なんかは、あの軽自動車の教習所っていうのは、昔は軽免許ってのがありましたけど、軽自動車で教習所の車なんで軽じゃないんですかっていうと、そういうところなんだと思う。やっぱり軽自動車で教習所の車で軽自動車だと、もうその大きさに慣れてしまうから、結局いざなんか普通車に乗った時に事故を起こす、途端に事故を起こしてしまうという可能性があるんだね。だからそういう安全面ということを考えた時に、あのクラウンコンフォートだとかクルーだとか、主にまあ 2000cc ぐらいが目安と、ああいった車を、運転させるんじゃないかなと思うんですよ。だから軽自動車の、教習車ってのはありえないっていうことなんですね。まあタクシーの場合はね、あのタクシーは昔はあの普通車のタクシーしかなかったんですが、最近になって軽あのなんていうの、お酒を飲んだ人を送り迎えするための専用のタクシーっていうのが出てくるようになったから、その時になって初めてそのタクシーでも軽自動車を採用するというふうにはなりましたけどね、時代のこの流れ的にね。でもやっぱり基本的にはやっぱりタクシーとかでも使うようなコンフォートみたいな、あのぐらいの大きさの方がいいです。ただコンフォートとかと比べると多少パッソの方が小さい。でも多少小さいといっても、あのコンフォートとかああいった車に乗ったこともないですけど、コンフォートに乗っても全然ね、大きさが本当びっくりするぐらい変わんないです。タクシーとほとんど変わんない。タクシーのコンフォートぐらいとほとんど変わんない。教習車とほとんど変わんないぐらいの大きさだから、そういった、だからよく乗ってる人で、例えば免許の更新とかに乗る人で、普通車ってこんな大きいの怖いみたいなこと言ってる人がいるけど、それは軽自動車のあの小ささに慣れちゃってるからですよ。だから、普通車って大体このぐらいの大きさです。昔々の軽自動、あの普通車でも昔々の普通車、例えば車種でいうと三菱五尺とか、会社でいうとチェンクエチェントとか、ああいった車でしたら、ロートウィングとかね、ああいった車ですと軽自動車でさほど変わらない大きさになってしまうけど、あの今の普通車ってのはそこまでちっちゃいわけじゃない。ミニクーパーだって初代はものすごいちっちゃかったけど、今のミニクーパーにしたって、今のフィアットにしたって、あのもう本当にこのぐらいの大きさですからね、あの変わんないですよ。だから全然軽量でも全然快適な大きさになりましたからね。だからあれだけもう売れてるんですよ。さすがにね、ちょっと会社で言ったら悪いけどね、あのミニクーパーの初代とかフィアットの初代だけを維持して走るっていうのはさすがにおっかないですからね。だからちょっと借りるかなとか、あるいはセカンドカーとして使用するかなっていうぐらいですね。だからああいう風な小さい車を買う場合に気をつけなきゃいけないのは、まずそれだけを目安にするっていうのは私の考えからするとやめた方がいいかなっていうのはある。やっぱりそれは安全面とか走りとかそういった面でも考えると、燃費だとかそういった全てのトータルで考えると、多少普通車の方が軽自動車よりは多少わずかな税金とかそのかかるとはいえ、ちっちゃかいやつだったらね。でも小さかい普通車でもコンパクトカーと呼ばれた普通車の方がいいと思う。やっぱりそっちの方が断然安全面が断然違う。なのでこう進めるんだったら普通車に、普段乗ってるのは普通車の方をお勧めしたいかなと思う。
軽自動車とかのぐらいの車っていうのはあくまでもそのコンセプトカーと、あのコンセプトカーじゃない、あくまでも、セカンドカーとして乗るというふうな感じがいい。セカンドカーですから仕事用で使うとかね、あるいはそのご家庭で車をもう一台ちょっと買って乗るとか、そのぐらいですかね。まあといっても多分まあ仕事としてね、仕事の軽視で買いますっていうのがほとんどだと思うんだけど、あのそういう時ぐらいですね、軽自動車っていうのはね。だから軽自動車だけに絞るっていうのはある意味その危険性な覚悟をしないといけない。危険な覚悟っていうのは、あの万が一事故が起きた時とか、ね、そのもう車内の狭さとかエンジンの快適さとか、そういったところです。全てのトータル面でやっぱりパッソの方が上です。だからやっぱりそういったのがいいなという感じをまず受けました。で今の車というのはこうライトなんかもね、まあ、ちょっと眩しい、あまり眩しすぎてはいけませんけども、ちょっと眩しいぐらいのライトですし、バックもバックモニターというのがちゃんとにこれついております。例えばバックモニターですとこうやって、まあ、ブレーキをまず踏んで、あのこういうふうに R にするとこういうふうに一瞬ですからこういうふうに映ります。なので、映りますし、エンジンをちょっと吹かしますとこういうふうに、ね、快適になります。ですから、なんていうのかな、全然もうエンジンをこの吹かした時点でもまっきり違います。なんですね。ただ例えばお年寄りの場合よく、ね、プリウスでよく事故を起こしてるっていうのがありますけど、あれの場合はプリウスっていうのは例えば、ついてるときますけどプリウスという車は、全然違うんですよ。普通車とかは大体軽自動車でもそうなんだけど、大体こんな風になってるわけですね。 PRNDSB とかってこういう風になってるんだけど、プリウスの場合はこういう風になってないんですよ。横丁のところにこうついていて、でしかもこういう P とか R とかこう分かりやすいやつじゃないんですよね。あのなんか別のなんか英語のなんかが入っていて、そういうところが分かりにくいんです。あとプリウスの前後ろを見た時にあのバックモニターがないと、それこそバックモニターがないとバックできないとか、あの横を曲がる時にサイドで映るモニターとかがないと危ないんですよね。だからそういう点でお年寄りが、プリウスに他の車からプリウスに乗ったときに、よく事故を起こすっていうのは、そういう、まああれはね、設計上のやっぱりミスだと思いますよ、プリウスは。だからそういうふうな、ことがあるという形ですね。で、大体このパッソの内装にしても、まあこういうところの部分なんかは、軽と同じです。というのもダイハツはご存知の方かもしれないけど、ダイハツじゃない、トヨタはシノ自動車も傘下に 100% 傘下に収めていますし、ダイハツも 100% 傘下に収めています。ですから、このような、同じ部品を使っているんですね。ですから同じ部品を使っているんで、例えばトヨタだと最近軽を作っているけどピクスシーシリーズ、まあ、日本あのダイハツでいうとキャストとかアトレーとか、そういった類の車ですね、のプレアとかね、そういった車の車は、大体この今の車っていうのはこういうふうに同じなんですね、内装が、ほぼ変わんない内装なんですよ。だからこの P とか N とかって書いてあるこのデザインもこういうところのデザインも同じです。ただちょっと違うのは、ちょっと違いますのはこういったところにこうトレー口がこういうふうにここまであったりとかね、まあ、ピクシスとかの場合だと、キャストとかの場合だとこういうふうにちょっと違いがあるんですが、ほとんど正直言ってキャストと変わんないです。私はちょっとキャストもいいなと思ってキャスト乗っていたりしてるんですけども、ダイハツでいうところね。で、だけども、その、変わんないですね、キャストとかとも。トヨタだとピクスジョイってなるんですけど、変わらないです。
あの、ダイハツのキャストとかピクスジジョイ、トヨタで言ったらピクスジジョイ、あまり変わんないです、これ。内装が。で、こういうふうに、ところがちょっと若干違うかなっていう部分で、ほとんど変わらないです。昔の車ってのはね、例えば昔の車だったらば、車種って全然違ってたんですよ、内装も違えば。その操作方法も若干こう違ったりすることがあったんで、それで戸惑ってしまうという方もいたんですね。ですから例えば車検なんかでそれこそ車を借りたりするときに、その時にね、販売員の人が、いちいちその細かく説明しなきゃいけないというところがあったんだけども、今の車はみんなそのね、エンジンのかけ方、オートママニュアル、まあ今オートマが多いですけど、そういった操作の仕方なんかにしても、ほぼ統一されてるんで、快適に、普段と快適に操作することができます。昔の車って、例えば昭和とか、平成初期とか、ある時時代の車っていうのは、今とは全然違うんです、内装がとかも。車種によって全然内装が違ってたりして、操作の仕方も全然違う。だから見た目だけが全然違う、見た目だけが違うっていうだけじゃなくて、内装とかも全然違う、操作の仕方も多少違ったりしてるんで、なってます。今の車はこう PRN とかってなってるけど、昔は車種によっては、数字が違ってたり、ここが例えば SB ってなってるけど、これが1速、2速みたいな感じになってるんですね。のあったりしたりしてましたから。だから多少そういうところの煩わしさというのは、ありましたけども、今の車は、そういう煩わしさがありません。完全に快適です。他の車と K からこういう車にちょっと借りがいたとしても、あるいは乗る機会があって乗ったとしても、全然違和感はないです。なのでそういったところに関しては、運転はしやすいかなというふうに思います。だから私みたいな、ある意味車好きの人っていうのは、やっぱりいろんな車に乗りたいと思いますしね、たとえそれをレンタカーで借りようが自分の車だろうが、いろんな車に乗りたいと思うんですよ。でそういう人っていうのは、人からするとちょっとこう物足りなさっていうのはね、あるんですが、だから今の車はほら、車好き、昔の車好きの人からすると物足りなさを感じるっていうのはそういうとこなんですよ。昔の車ってのは全然ね、車種によって全然違ってたから、エンジンの馬力とかそういうところじゃない、外見だけじゃなくて中身も全然違ってたんで、操作方法も多少違いがあったから、それを楽しむっていうことがあったんで面白かったんですよ。で昔の車はマニュアルの車もありましたからね。今みんなオートマですから、でほとんどオートマの車でマニュアル車ってのが逆に珍しいですねってぐらいですから、ですからそういった点だと、よく車好きの人が嘆くのはつまらないなってこういう実験が多いですね。確かにその操作感覚っていうとね、なんかつまらないなっていうのがありますよね。多少ちょっと操作がちょっと複雑になっていようが、それをこう使いこなすことの喜びっていうのがあるんですけども、それがいわゆる車はほぼないですからね。で、じゃあ操作方法以外で、内装とかを見てもご覧の通り、ほとんどもうメーカーはメーカーで一貫全部同じような内装にしてます。ですから、昔見たり車種ごとに違うってことはないんですね。昔だったらばカローラとか、クラウンとかだったら、全然内装がもう丸切り違ってたりしてた、プリウスとか全然違ってたりしたんだけど、今はほとんど同じです。ほとんど若干の違いはあるけども、でもほとんどは操作方法も同じだし、内装なんかもほとんど同じ。だから、つまらないなっていう風に、ね、なってしまうんですね。昔はそういった内装が全然違ってたんで、そういったところを楽しむといったところがあったんですが、今は車ってある意味つまんなくなってしまって、みんな同じような、外見にしてもやっぱりみんな同じような顔になってしまいました。昔は車の外見にしてもそれぞれ違った顔を持ってた。トヨタで言ったらブルーバードがあって、トヨタで言ったらコロナというのがあってね。で昔ですよ。で日産で言うところブルーバードっていうのがあって、それが BC 戦争と言いまして激烈な販売合戦を繰り広げてたんですけども、その時代は内装も違っていましたし、
外見も明らかに違いが見られました。で、同じように例えばトヨタの車の車種にしてもね、コロナとカローラという車であれば、コロナとカローラだったら全然また内装が違ってたんです。操作も若干ちょっと違うってこともあったかもしれません。で、そういったことがありました。だけど今の車は統一されています。まあ今はコロナという車なくなって、確かプレミアムっていうのになったけど、普通のプレミアムももう多分かなくなっちゃいましたけどね。でも基本同じです。あのプレミアムをちょっと乗ったことありましたけど、プレミアムも大体こんな感じでしたよ。あれはプレミアムのね、プレミアムってなったから2代目ですね。まあ2代目のプレミアム、コロナの、まあコロナっていうのが取れた後のプレミアムですけど、まあプレミアム自体コロナという名前が取れたということで言えば、まあ初代と、まあある意味言えるんです、プレミアムの場合は。っていうにはプレミアムってのが出てくる場合はコロナっていう名前がついてましたから。で、その前は完全にコロナでしたからね。だから、違っていたんですが、プレミアっていう風に車種名でいくと、プレミアの車種名でいくと初代なのかなと思うんですが、あの時の運転をした感覚とか、内装とかもほぼ変わらない。プレミアもだいたいねこんな感じの内装ですよ。まあ、若干こう形とかが若干違うけど、違うんです。私の場合はでも車にしても家具にしてもなんかやっぱりデザインっていうところをやっぱりこだわるんで、そういったところを見ると、全然ね、やっぱり、違いがあってね、良いなという感じですね。だから、違いが良いなじゃない、若干その違いがあるっていうぐらいで、変わらない、基本的に。だから、なんていうの、今のメーカーってのは、ある意味、そういう自動車メーカーってある意味、ちょっとつまんなくなっちゃいましたね。みんなシャシでみんな同じような顔してるし、内装もみんな同じような内装になっちゃいましたからね。昔は明らかさまで違いがあったんだけど、今は統一化されちゃってるから、まあそれがやっぱり自動車の今の若者の車離れっていうのもなってるけども、やっぱりそういうところの原因となってるのはやっぱりそういうところかなと思うんですよ。でましてはこれ今の Z 世代とかの人たちでも車を所有するとやっぱりどうしたってね、車検もかかってくるし自動車税もかかってくるし、何かとお金もかかってくる、駐車すると駐車代もかかってくるんで、そういったものを省きたいという人も多い。今経済がすごく悪いからね。だから車なんか別に持ってなくてもいいんじゃないか。特に都会に住んでる人であればね、電車が来るのに1時間も2時間も待つ必要がないから、田舎と違ってね、すぐに電車がブーって来るから、もう5分10分ぐらいでもう10分も行かない割合で電車がひっきりなしに来たりするから、別に車をそんなに所有しなくてもいいかなというふうになりますけどね。ただ車がいいとこっていうのはある意味その例えば灯油だとか、ね、そのなんか お米とか10キロのお米とかなんか大きな買い物をした時には助かります。やっぱりそういったところを運ぶときにね、例えばバイクとかだと危ないですけども、車だったら楽々でそういうものを積めますからね、よいしょよいしょって担いで持ってくる必要もないので、そういう大きなものを積むときに、ちょっと大きなものを積むときにも楽ですし、まあ何しろ車の方がね、気を使わないって感じだね。車で例えばね、電車で例えばどっか行くと、やっぱりその空いてる席を譲ってやらなきゃいけないとか、時によっては空いてる席を譲ってやらなきゃいけないとか、ね、そういったことがこう出てきたりとかね、周りにすごく気遣いながら電車を乗らなきゃいけないっていうのがどうしたって出てくるんだけど、車の場合はそういう気遣いっていうのはする必要ないですからね。普通に音楽を聴きたいときは音楽を聴けるし、ラジオを聴きたいときはラジオを快適に聞く、音楽を聴くこともできる。これがバイクとかだったら、例えば原付みたいなバイクだったら、そんなことできない。まあできないってわけじゃないけど、ほとんどのやつらはそういうことできないですよね。バイクを、場合だと音楽を聴いたりとかね、なんていうのかな、こう、ラジオを聴いたりとかテレビを見たりとかって言ったらできない。
まあ、車の場合は走行中テレビは見られませんけども、どっかで止めてテレビを見るっていうぐらいだったらできます。なのでそういったところですねが全然違いますね。だからこのパズドに関しては非常に運転がしやすいというところです。やっぱりね、もう何しろこう快適、もう快適、この思えないくらい快適ですね。こんな快適な車があるのかってぐらい快適があるんで、やっぱり全然、もう余裕が全然違う。本当に、なんか言って申し訳ないけど、本当に全然余裕が全然違うよ。なんだろう。で、やっぱり普通車によってはやっぱり高級車もそれこそあるので、そうすると、よりその高級感もより引き立ったしね。で、ドアを開けたり閉めたりするときも、バーンって安っぽい音じゃないから、そんなに安っぽい音しないから、多少こう重々しい音がするんでね。だから、まあ、ちょっとこうリッチというか、のがあったりするんで。やっぱりそういうところが主の違いかなというふうに思います。ただやっぱり最近トヨタでも軽自動車を作るようになってた原因は、日産もある意味そうだけど、それはやっぱりその、軽自動車に乗る人が経済的に指令して、経済がどんどん悪くなってくると、やっぱり指令をして軽自動車を買うお客様というのが増えてくるから、そういう影響をものにトヨタも被ってしまったんですね。だからトヨタというのは、ある意味その普通車の方がそういう乗ってて安全ということを打ち出していたから、だからあえてそのね、2000年代後半ぐらいに入るぐらい前までは、軽自動車を唯一作らないメーカーだったんですよ。軽というものは唯一作りませんと。たとえダイハツを子会社化にしたとしても、それはダイハツの車であって、トヨタという車は普通車ですと。だからトヨタをお買い求めになるときは普通車を買ってくださいっていうところがすごく出てた。それはやっぱりそのね、トヨタ昭夫さんですかね、社長さんも申しているように、やっぱり普通車の方が、申し訳ないけど軽音に比べてやっぱり安全であるから、それでいて快適である。で、そんなに維持費の面で言うとそんなに大して変わらない。だから普通車の方がいいんですよって言って、ずっと普通車にこだわってたトヨタはね。でもやっぱりこう時代がどんどん来て、普通車で、の運転をするというのはちょっと無理が、なんていうの、普通車をずっと販売続けるっていうのはやっぱり時代的になってくると厳しくなってきた。だから軽自動車を導入しちゃえないっていう形になって、そしてダイハツを傘下に収めていたから、まあそれを機に、じゃあダイハツの車の軽を、まあ、譲ってくれみたいな形になって、トヨタがダイハツの車も請け負って作るようになったんです。で、その結果、まあああいう大変なね、2024年になってああいう大変な欠陥車だらけになってしまった。それはなぜかというと、トヨタの方針としてもやっぱりその開発部の担当を全部ダイハツの人たちに任してしまった。ダイハツの幹部の人たちに全てを任してしまったからために、こういう悲惨な結果になったわけですね。これをもしトヨタの幹部の人が徹底的にやっていれば、トヨタというのは元はといえば普通車作ってなかったわけですから。ということは、その車作りにおいてはやっぱり優れてたんです。何しろトヨタは、なるほどなと、世界のトヨタと言われるだけはあるんですよ。なぜ世界のトヨタと言われ続けたか。それは普通車をずっとこだわり続けて、普通車にずっと長年こだわり続けて、普通車をね、いろんな車種を出しては販売をし続けてきたから。だからランクルとかハイエースとか、あんなめちゃくちゃ丈夫な車ができるんですよ。だからそういうところでやっぱり天下のトヨタですと、世界のトヨタだと言われるぐらい、やっぱりすごいところだなと思ったのね。だから今後トヨタがその軽自動車というものに関してはどういう対応をするのかね。これを機に、もしかしたらトヨタとしては軽自動車の販売というものをもうやめるかもしれないし、下手したらトヨタが扱っているその軽自動車の車種の販売をやめるだけではなくて、その車検とか、それこそそういう時の受付なんかも
ちょっと軽自動車はご遠慮くださいっていう風な話になってしまうかもしれない。でもトヨタが長年普通車をやってきたという自信、そういったことに関してはやっぱりすごく大きいと思います。だからある意味それがある意味正解なんですよ。車の安全面とか快適面とかそういったところで言ったら、やっぱり普通車だけを作り続けるっていうのがいいんですよ。例えば申し訳ないけど、スズキとかダイハツっていうのは逆に普通車が少なくてほとんど軽自動車でしょ。だから危なっこしいんですよね。危なっこしいんですよ。でもそれに比べてね、普通車のこのぐらいの大きさ、最低限でもこのぐらいの大きさの車を作ってる車は全然違うから、だから安全快適、そういったものを極めたいとなったらやっぱり普通車の方がいいんですよ。だから長年例えば普通車に乗ってる方が、今のこういうご時世ですから、軽自動車にしとくかと言って軽自動車に乗った時に大変ちょっと不安があるというのはそれは分かります。うちの場合も大昔シビックっていう車乗ってましたけども、そのシビックをやめて軽自動車に家族でね、なった時に すごい狭いのとね、その時トゥデイでしたけども、すごいトゥデイに乗った時に狭く苦しさと、うなり声上げて走るのと、もうシヤシヤしたんですからね。よくこれで、悪いけど自分の親はね、よく普通車から軽自動車に一本に油っこしいことでよく平気でできるなと思ったぐらいですから。だからそういったところと比べるとね、やっぱりその違いというのは明確に大きいので、やっぱり普通車というところにこだわりをずっと持ち続けた方がある意味いいのかもしれません。軽自動車ってのはあくまでもセカンドカーとして乗るというぐらいですね。じゃないと、なんて言ってもやっぱり例えば長距離ですね、軽自動車に乗ってもいいなと思うのは本当に近場です。本当に近場走るときぐらい、遠くを走ったら例えば1000キロ以上、往復1000キロ以上かかるような片道1000キロ、片道でもいいんで1000キロ以上かかるような、距離だとさすがにおっかないですね。さすがにちょっとおっかなさを感じます。でもだってその間その車に乗ってる運転してる時間がいる時間が長くなりますからね。でも普通車の場合だと車に乗ってる時間が1時間2時間経過しても安心なんですよ。やっぱりその全然快適さが全然違うし安全面も全然違うんで、もうあれなんですね。これがねもう本当に申し訳ないけど軽だったらね、もしもらい事故なんか起こしたら即怪我するしますよ。ね、例えば軽トラなんか見ても前がぺっちゃんこでしょ。前がぺっちゃんこだから、軽トラってだからボンネットがそんなないじゃないね。でも普通車だったら十分ぐらいボンネットがあるからパーンって なってもボンネットでカバーしてくれるけどね、いくらそのエアバッグがついてますからって言ったって、不安は大きいですよ。なので本当にそういう軽トラとかお持ちの方でもやっぱり本当に近場です。本当に近場、もう近くしか走りませんっていう人ですね。だから遠くには走りますっていう、遠くまで行きますというのはちょっとやめた方がいい。遠くまで行くのに1000キロ以上超えるような片道1000キロ行くようなところに走るんだったらちょっと軽自動車は危ないです。非常に片道1000キロ走るのに、軽で行くっていうのは私はちょっと非常に警戒するというか危ないなっていうのを思いますね。いくら安全運転をしてるとは言っても万が一ってことを考えたら恐ろしいですよ。だからなんていうのかな、普通車というのはね、ただやっぱり普通車に乗ってもやっぱり安全運転というのはもちろん大事なことですから、
そういうのが、まあ私の説明ですとこうちょっと下手くそな部分もあって、何回も何回も同じような説明というのが繰り返されてしまう場合もありますけども、まあご了承いただける方はご了承いただけるとありがたいです、うん、というわけで私がこのパッソに、乗った、まあ、経験、ちょっとエンジンを吹かしてみまして、実際こう走ったりここまでちょっと走ってきたりしましたけども、全然やっぱり快適さ、うん、あのエンジンの吹き上がり全然違うなと、こんなに快適だったなっていうのをある意味こう普通車に乗っていたのをこう思い出させる、うん、そういったものですね、うん、ですから本当に車が ものすごい好きな人は、本当に車がすごい好きな人は普通車ね乗った方が安全ですね、うん、もう軽はちょっと乗れないなというか、まあ下手したらそうなってしまう、うん、なんですね。だから例えばね、うちの親戚でも亡くなった方がずいぶん前に亡くなった人がいて、その人はねずっとその普通車に乗ってたんだけども、一時期ちょっとミニカーかなんかの軽自動車乗ってた時もあったけども、やっぱりその後すぐ普通車に乗ってましたけどもね、やっぱりそういうところだったのかなと。普通車だとその時デミオだったかな、乗ってたけど、やっぱりデミオの場合も私もちょっと運転させてもらったけど全然違うんですよ、横幅が、うん、で全然やっぱりもうパッソ同様快適だったんで、わすごいいい車やと思いましたからね、うん、なのでやっぱりこういう車の方がいいですね、安全とか快適っていうもので行きますと、うん、だからこれ以上、ある意味これ以上もっとなんつうの豪華な車に乗りたいっていう人は、私も高級車好きだからこれ以上高級車乗りたいなって人がいたら、もっと上の高いアルファードとかね、クラウンとか、なんつうのかな、そういう車に乗ってもいいと思うんだけど、まあそういう車に乗るとまあ多少やっぱり税金も一気にそれこそ3万も4万もグーンって高くなるし、車検の時もやっぱりグーンと高くなる恐れがあるので、なりますね、うん、でもまあ普通車ぐらいでしたらだいたいこのぐらいの、なんていうのかな、大きさの車というのが、いいのかなっていうふうに思います。全然やっぱり断然違いますからね、ある意味ね、その軽にずっと乗ってるとちょっとその感覚を忘れてしまうんですよね、うん、街中の時走ってる時の感覚、特に街中を走ってる感覚とかが忘れてしまうというか、そういう感覚がまあ忘れてしまうんだよね、忘れてしまうので、そういったものです。だからこれだと快適に寝ることもできるしね、うん、寝て起きた時に汗ばっていうことを感じないので、うん、そういうところがね非常にいいなと言ったところでございます。というわけでどうもありがとうございました。